富岡はだいぶ酔っていた。久しぶりに軽々と心が解放された気持ちで、床柱に持たれたまま安南語で歌を口ずさんでいる。あなたの恋も、私の恋も、はじめの日だけは真実だった。あの目は本当の目だった。私の目も、あの日のあの時は本当の目だった。今は、 あなたも私も疑いの目。そんな意味の安南の流行り歌だった。ゆき子もだいぶ酔っていたので、うるおうぼえの歌について行きながら、しみじみとだらっとの生活を懐かしがっている。今さら思い出したところで何もならないことだったが、遠く過ぎた夢は懐かしい。ゆき子は足を伸ばして、 こたつの中の男の足を探った。熱い足が足裏に触った。富岡さん、いつまでも元気でね。時々だらっとのこと思い出したら、ゆき子を呼んでちょうだい。ね、私、諦めちゃったの。時々こうして会ってもらえばいいことよ。ね、その方がいいわ。 さっきの歌みたいなのが、私たちの間柄だったんだって分かったわよ。富岡は目をつぶり、静かに安南の歌を口ずさんでいる。雪子は立って富岡のそばに行き、並んでこたつへ滑り込んだ。富岡は、それでも歌い続けて、目を分けなかった。どうして、 自分一人で考え事をしてるの私にも考えていることを分けてちょうだい。ね、半分ちょうだい。考えていることを半分ちょうだいと言われて、富岡はパッと目を開いた。雪子が可愛かった。自然に出る女の言葉は瞬間の虹のようなものであるだけに、富岡は誘われる気持ちで、 ゆき子の指を取り、唇に持っていった。私、寂しい。寂しい、寂しい、寂しいのよ。富岡の胸にしがみつくようにして、ゆき子は寂しい、寂しいと、小さい声で叫んだ。富岡は、まじまじと女の筐体を眺めながら、少しもゆき子のその筐体に、 感動はできなかった。女の心は、草庫の水の流れと同じように、ただ瞬間の中に流されているとしか考えられない。富岡は、死の方法についてのみ考えを巡らせていた。立派に息の根を止めることができるものであろうかどうかを考えている。女を殺して、その後から、 うまく自分も死ねるものであろうかどうかを、富岡は数字のように計算をしていた。愛し合って死ぬるわけのものではないかということを、自分の死んだ後は誰もわかってはくれないだろう。それもよかろうと思った。この場合、富岡には死そのものが必要だったのだ。 女を道連れにするのはどうなのだ。これは自分の死の道具に過ぎないのさ。勝手な奴だな。俺はそういう人間なんだ。富岡は、幸子の指を時々固く握りしめてみながら、自分の心に自問自答している。恐ろしいとか、作り物だとか、いやらしいとかの考えだというのならば、 それは他人の考えることであって、死んでゆく者は案外悲劇を演じているつもりかもしれない。食い荒らしたこたつの上の赤い広蓋に電灯が反射している。赤い塗りに金で小松が書いてある。これも今に見納めだな。富岡は部屋のすべてを眺め回した。 山の中へ入って、この二人は間もなく死んでしまうんだよと、心で密かに言葉を述べていた。生涯の最後だと思うと、何もかも寂しい、美しい、愛しくなるほど、すべて見るものが美しいのだ。菊の花の白に見える薄黄色、汚れた軸の酸水から、 風が吹き上げている。今朝の東京の五所の雨が心をかすめた。イカホは雨が晴れていた。商売はどんな風なの商売ええ、材木の方のお仕事よ。ああ、仕事かい。なんとかなるだろう。家はまだ売れないの 売れて半金はもらった。来年登記をして、一月の終わりには家を分け渡すのさ。いくらに売れていくらでもいいじゃないか。そりゃそうだけど、だって、聞いたっていいでしょゆきこは、一時の筐体も過ぎてゆくと、じっと目を据えて、富岡を眺めながら、 どうしてこんな男に惹かれているのか自分でもおかしかった。ただその場で会っているだけの二人のようでもある。ゆき子は立って手ぬぐいを取ってまた湯に入りに行った。狭い階段を降りて湯殿へ入ると深夜の湯殿にパーマネントの長い髪を振り乱した若い女が二人。 小裸で喋り散らしていた。赤く濁った湯がタイルの縁にタプタプ溢れている。ゆき子は黙って浴槽の女たちの前へ片足を入れた。酔っているせいか足がふらついてよろけてドボンと湯の中へ飛び込むと湯のしぶきが上がって二人の女たちは飛びのきざまに顔をしかめた。 いかにも意地の悪い表情で、二人は下打ちしてざっと立ち上がった。ごめんなさい。雪子は謝った。二人の女はにこりともしない。雪子は勘に触って赤い湯の中にのびのびと足を伸ばした。二人は都会の女に違いないのだけれども、骨太な百姓の女のような、 たくましい大きい腰つきをしていた。ゆきこはすんなりとした自分の裸が自慢で、その女たちと並んで見せたい衝動に駆られている。女たちはタイルの流し場にべったりと座り込んで、またさっきの話の続きを始め出した。若手際に、タミちゃんってばさ、カムアゲインって言ったんだってよ。 あの人カムアゲインしか知らないんだからね。そしたらさ、向こうは泳ぐ真似をしてさ、もう男の間を泳ぐのはやめて、オフィスにでも勤めなさいって言ったんだってよ。そいですぐまた泳ぎ回ってるんだから、世話はないやね。日本の男は見るのも嫌だってさ。二人はゲラゲラ笑い出した。ははん。 そんな階級の女なのだなと、雪子は池袋の自分の小屋を思い出していた。今頃は訪ねてきて、扉をコツコツ叩いているかもしれない。二人の女は匂いのいい石鹸を使い、プラスチックの大きな櫛でお互い同士髪をかきつけ合っている。二人の態度は酔っている雪子の目には、 挑みかかっているように見えた。お前たちとは人種が違うんだからねと言わんばかりに、ハイカラな大瓶に入った水クリームや大判のタオルを見せびらかしている。ゆきこは宿の女中に借りた煮しめたような日本手ぬぐいと魚臭い石鹸を使っていた。ねえ、明日帰ったら私洋服屋へ行くんだけど、 あんたも行ってみてくんないかな真っ赤なスーツで金ボタンをつけてもらったんだよ。へえ、大したもんだね。ユウのハートが作ってくれたのかい。そりゃそうさ。あの人、気前はいいんだから。ユキコはクスクスと笑った。唇の真っ赤な女がちらりと笑っているユキコの方を見て。何を笑うのさ。 と怒って言った。あら、私自分のことを思い出し笑いしてるのよ。妙なこと言わないでよ。チェ馬鹿にしてるよ。酔っ払って意をぶっかけたくせに。あら、ごめんなさいって言ったじゃないの。もう一人の骨張った女が、酔っ払いにかかり合うのをよしなさいよ。と言った。二人はさっさと、 水しぶきを上げるような剣幕で脱衣場の方へ出て行った。イヤリングなんかしてさ、汚い手ぬぐい使ってるの。あれ何よ、なんだろうね。知れてるじゃないか。二人の忍び笑いがした。ゆき子はザブザブと湯を使いながら大きい声で。あなたの恋も、私の恋も、 はじめの日だけは真実だった、と暗南語で歌った。案外なまめかしく柔らかい声だった。忍び笑いは止まった。あの目は本当の目だった。私の目も、あの日のあの時は本当の目だった。今はあなたも私も疑いの目。歌ってゆきながら、 ゆき子はほうとうの果てのようなすさんだ気持ちだった意味もなく富岡とゆき子は二日ばかりおいかほで暮らした二日も雨が続いたさすがに正月を明日に控えては客もなく広い旅館はひっそりしていた富岡は二日の間に 何者も把握することはできなかった。真剣にものを考えようとして、少しも心は中心へ向いては行かなかった。自己矛盾にとらわれている。自分をどのように始末してよいのかわからない。戦争が済んで、遠くから戻ってきた者には、どの人間にも、こうした一種の気遅れがあるのではないかと思えた。 その気憶れに気づいているものと気づいていないものとあったとしたところで狭い天地で釘付けにされた人種は一人一人が孤独に伝伝バラバラになってゆくより道はないのではないかと思えた全面的な真理を追うにはこうした破れた国の狭い土地では大抵難しい空虚な理想なのである 生活するという可能性をあらゆる瞬間において思いがけなく否定される障害もあり得る。富岡はそうした天地の狭さの中に疲れ切ってしまったし、家族を平和に支えていく技術にもヘトヘトになっていた。みんな気難しくなってくる。家族のものは別々に孤独の穴へ、 穴ごもりをするだけの現実になってしまうきりだ。ねえ、タバコないないよ。何をそんなにあなたは考え詰めているのさ。イライラしてるのね。いっそ正月をここで暮らしていきませんかお金が足りなかったら私の街灯を置いてもいいし、この時計を置いてもいいわ。 みっともなかったら、町へ出て、時計を売ってくるつもりよ。ゆき子はそう言って、灰皿から吸い殻を拾って、短い吸い殻をパイプに突き刺して火をつけた。富岡は、こたつに腹ばって、昨日の新聞をもう一度繰り返して読んでいたが、おい、と思い詰めたように、くるりと畳に片ひじついて、 ゆきこの顔を下から見上げた。何よ。うん。別になんてこともないんだが。つくづく世の中が嫌になっちゃったな。どうしてどんなことなのどんなことなのだと聞かれて、富岡は頬のしびれるような気がした。乾いた目をしらじらと開いたなりで、 ユキコの化粧の剥げた顔を見つめ、冷たく突っ放すように言った。生きているのも退屈だね。ゆきこは何を意味する言葉なのかちょっとわからなかった。富岡は幸子の胸のボタンの外れそうなのを指で引っ張りながら。僕たちはどうにも仕方がないということさ。 仕方がなくないじゃないの。あなたの心境って妙に底をついてきたのね。ふーん、うまいこと言うね。そうなんだよ。じゃあ君はそこをついてないんだね。面白いだろうね。世の中が面白いだろうね。何が面白いのよ。こんな人生になったことがさ。 ユキコは、富岡の考えていることが、少しずつわかりかけてきた。甘い涙が、喉元まで溢れそうな気持ちだった。私、あなたの思っていること、言ってみましょうか。いや、言ってもらわなくてもいい。わかれる話違う。ボタンがポロリと外れた。 外れたボタンを握ったまま、富岡はぬるいこたつに体を縮めるようにして横になった。私、時計を売ってきていいねえ、お正月をここで過ごしたいわ。窓ガラスに白い雨が滲んできた。ついついと小鳥がひさしをよぎっている。幸子は立って、 ガラス戸を開けた。目の前の山も空も土色に煙っている。普通の山々の雨に煙っている景色に似ている。富岡は貝ボタンを手でまさぐりながら畳の上に置いて子供のおはじきのように小指や人差し指ではじいていた。お正月は雨だわね。 ガラスを閉めて、またユキコはこたつに入った。富岡は、むっくり起き上がって、こたつの上に買いボタンを置くと、ユキコへともつかず、自分へともつかず、つぶやくように、死にたくなった、と言った。何気なく聞き流して、ユキコはボタンを取って、ちょっと胸に当ててみたが、 ボタンの取れた後の糸くずを干賞に引っ張りながら、私だって死にたいわよ、とポツンと言った。君なんかやすやすとは死ねやしないさ。これから大いに発展して、もう少し人生を楽しむんだね。まあ、何を発展するのよ。妙なこと言わないでちょうだい。 それじゃあ死ぬることを本気に考えたことあるかい巨神な気持ちで本気で考えもしないで安っぽく死ぬなんて言うのはよした方がいいよ。いいえ、本気に考えるのよ。私、いつだって考えたわ。ハイフォンでも死ぬつもりだったし、ダラットでカノさんの事件があった時もそのことを考えてたわ。 だから私は死ぬことなんて怖くもなんともないんですよ。ふーん。それはまだまだ死ねないね。怖くもなんともないなんて力んでいるうちは死について楽観してるってことだよ。死ぬということは本当は怖いものなんだ。カッとした真空状態になるのを待たなければなかなか死ねないものだ。 君はもし万一死を選ぶとして、どんな方法をとるかね。生産狩りが一番楽なんでしょう。そんなものを持たない時に真空状態になったらそりゃ、その時になってみなくちゃわからないじゃありませんか。真空状態でどんなスタイルで死ぬかなんて考えてはいられないでしょ。う。じゃあ、 愛する者同士が真珠をする場合だね。どっちかが真空になれなかったら、うまく気分が合わないわけだね。違うでしょう。それは、カーッとなるよりも、それを通り越して、もう一つ心の奥で冷たくなって、二人が黙ってことを運ぶんじゃなくちゃいけないのじゃないかしら。死ぬことが怖いのだったら、 方法を考えることだって怖いんだから、二人の死となるとよく計画しなくちゃダメなのね。僕は君と春菜でも登って死ぬことを空想してたんだがね。偶然だわ。私もそんなことをこの間考えたことあったのよ。お互いの心の交流の中に少しずつ死の意識が 薄暗い影になって眼底をかすめた。富岡はバカバカしいと思いながらも、また東京へ戻ってからの現実を考えると、落漠とした感情が鼻についてくる。苦しさや悩みに押しひしがれている時は、まだ生きられる力を蓄えていたが、今は悩みも苦しみも煙のように、 糸を引いて消えてしまった。富岡はタバコに火をつけながら心をかすめるようなものを感じた。自分がこの女を連れて死んだところで世の中は昨日も明日も変わりはないのだ。世の中に絶望したとか何とか言ってはいるがそんなところに説明をこじつけてみても 世の中は自分の一人の死なんか何とも考えているものでもない。ただそれだけのものだというだけだ。だが、その何とも感じてくれない世の中にもまれて、生きづらさのために自分の死に場所を求めて歩いている人間というものも全く妙な存在だと、富岡は寝床に腹ばい。 闇の中に光るタバコの火をぼんやり見つめていた。結局は強烈な凶楽によるか絶望して死ぬかの二つの方法だが、絶望するということはどうも世の中への見せかけのようなもので、たとえ何かの弾みに死を選んだにしたところで、念頭に絶望など少しも感じないで死ぬに違いないのだ。 富岡は苦笑していた。この深い暗さはいつまでも長続きするものではないが、どうかを消した部屋の中はあらゆる旅行者の旅の名残が絹ずれのように闇の中に動いていた。この部屋で女と誓い合った男もいるかもしれない。布団を押し付けられるような気がした。すると、 隣の布団で眠っているきこが、う、う、とひどくうなされてうなっている。そのうなり声を富岡はしばらく聞いていたが、富岡はたまらなくなって、タバコを手探りで灰皿の中へにじりつけると、枕元の暗闘型のスタンドをつけた。急にシーが明るくなり、深い闇が去った。おい、おい、 どうしたゆきこの枕を富岡は引っ張った。ゆきこは向こう向きになっていたが、目を覚ましてくるりとスタンドの方へ寝返りを打った。ああ、嫌な夢を見たわ。とっても妙な怖い夢だった。バカにうなされていたね。そう、嫌な夢なのよ。ちみどろになった。 川を剥がれた馬に追いかけられてたのよ。どこまで走ってもすぐ追いかけられちゃうのよ。なんだか青い着物を着た顔のない人間がその馬に乗ってるのよ。苦しくて苦しくて助けてって言っても声も出ないんですもの。富岡はこたつの中へ足を伸ばした。ほかほかと うずみびが暖たたかい。ゆきこは、スタンドのうかをまぶしそうに眺めながら、今日はお正月ね、と言った。長い間、こうして二人は、この宿で暮らしているような気がしている。たったばんしか泊まっていないのだが、昔からこうして二人は暮らしているようだった。富岡は、 因縁深いものを感じている。戦争さえなければ、この女に会うこともなかったろうし、普通院のような遠いところにまで行くこともなかったのだ。今頃は実直な管理として役人生活をしているに決まっている。だが、この戦争は、日本人に多彩な世界を見学させたものだと思う。 富岡は、すすけた天井を眺めながら、地図のような染みを見つけて、ふっと、ゆえの町を思い出していた。駅から町の中心へ向かう街路に、くすのわかめが湧き立つような金色だった。香水川といったゆえ川に沿った遊歩道には、カンナや鉄線下が遊禅のように華やかだった。 ヤシ、ビンロウ、ハシドが、至るところに茂っている。赤粉一つのモ族が、二三話のインコをカゴに入れて、遊歩道で売っていたのを、富岡は思い出した。懐かしいダラットの生活が、織物のかすりのように、一つの模様になって、記憶の中に焼きついていた。ゆえの三輪局にいた、 局長のマルコン氏は、今頃はまたあの湯江に戻って、悠々と露台で葉巻でも吸っていることだろう。日本の軍隊に嫌な思いをしたに違いないマルコン氏の好人物な顔が、富岡は懐かしい人として思い出に残っていた。マルコン氏は1930年に森林館として、 普通院に渡航してきた。フランスのナンシー三輪学校を出た人物である。若い何も知らない田舎者の礼儀知らずな日本の三輪館である富岡たちに、心の中では随分おかしなものを感じていたに違いないのであろうが、マルコン局長は城明け渡しの時も非常に立派な態度であった。 富岡には特に目をかけてくれて、よく仏院の林業についての説明をこと細かに教えてくれたものであった。仏院の山林は大きな虎に取り組んでいるようなものだと思わなければならないとマルコン氏はよく言っていた。仏院の山林の何たるかもわからないで、何の予備知識もなく、 軍の命令で遠征した富岡たちは、地図の上だけで平地の松林のようなソリンを空想して出かけていたのだ。マルコン氏のゆえの指定に呼ばれたとき、富岡は庭にある樹木の名前をみんな知っているかと問われて、富岡は貧老樹さえも言い当てることができなかった。リム。 たがやさん、ぼうで、けんけん、さお、よう、べんべん、ばんらん。ひとつひとつ指さして、マルコン氏は、その樹木の産地や成城を教えてくれた。普通の山岳林地帯は、雨も多いので、森林も広大なもので、自分は長い間ここに来ているが、まだ山岳地の森林については、研究も浅いが、 いたずらに切り出す前に、よく臨室を確かめてからにしてもらいたいと、マルコン氏は願望すると言った。特に産地の万人の焼畑開墾は、原生林の状態を相当産色しているので、これも考えて欲しいことだと言った。北部安南の瓶やタンの輪の領衆は、特に日本軍の開発が多いと聞くが、 中部地方は、これは三脚がすぐ海に入っているので、地勢は急峻で、イカダの瓶のある河川に乏しく、ただ樹木を切るだけでは、開発しても容易に持ち運びはできないらしい。北部と南部だけが地勢が緩やかなので、イカダの便利はあるが、その一方的な利用の仕方は考えなくてはなるまいと注意も受けた。 造林事業というものは、ある意味で、戦争とは別個のものだと、マルコン氏は心配そうに言うのである。ねえ、あなた覚えている通ンのそばの何とかって、日本人の墓地にお参りしたこともあったでしょ富岡は、記憶のさすらいから、急に引き戻されたような気持ちで、天井のシみから目をそらして、 ゆきこの方へ顔を向けた。あの町なんて言ったかしらヘイホって街かいそうそう、ヘイホって町だったわ。カ野さんと私とあなたと、三人でヘイの町へ行ったことあったわね。三日くらいの旅だったかしら。カ野さんはいらいらして、ずっと私たちを監視してたじゃないその監視の目をくぐって、 二人で真夜中に会ってたわね。二人とも狂人みたいだったわ。覚えているああ、覚えてるよ。並木は服ぎって木だったでしょこんもりした老女で、自動車を止めて休んでいると、子供たちが、とんぼやポネえゼって寄ってきたわね。私たし、あの時ね、コンパクトで鏡を覗いて、 一流の美人に生まれてこないのを残念に思ったくらいよ。だって子供たちは女の私なんかに興味もないような様子で背の高いあなたの方へばかりなんだかおしゃべりしていたわ。墓地へ行く道に大きなサボテンが茂っていて今でも私よく覚えているのよ。山田椅子くらいの美人だったらもっと とあの旅はよかっただろうと思ったわ。ゆき子は妙なことを言った。